こんにちは。ウェザーニュースキャスターの松雪彩香です。今日この後のお天気をお伝えします。全国のお天気アイコン見ていきましょう。今日は西日本ほど日差しの届いているところが多くなっています。ただ沖縄では台風13号の影響でこの後もざっと雨の降ることがありそうです。九州はこの後北部でもだんだんと傘の出番がやってきます。中国四国エリアの西側でもゆっくりと天気は下り坂です。その他日差しの届いているところ、西日本から東海北陸にかけても午後は天気の急変にお気をつけください。関東では雲が多めですが時々日差しも届きそうです。一方東北では雲が優勢、この後もポツポツパラパラと雨の降りやすい空です。そして北海道ですが全道的に日差しが届いています。今日は日焼け対策も万全に行ってください。晴れているところほど気温が上がっていますね。こまめな水分補給や塩分補給など熱中症対策も必須となりそうです。以上今日のお天気をお伝えしました。午後も頑張っていきましょう。